次に畑浩二君、はい、畑君、はい、生活の党の畑浩二でございます。本日いろいろ PFI の事業の実績と評価については議論がありましたので、通告しておりましたが飛ばして具体論に入らせていただきます。この PFI 事業はもう言うまでなく推進すべきだと私も思います。国というか国民資産が大変預金超過も多いと。で、国民資産だって1500兆あるとか言われてますから、一般会計の15年分ですね、バタクというと、これを使わない手はないと。で、かつては財投資金なり税金で行えてきたわけで、これは財政制約の中で民間資金を使うという意味で PFI をしっかり推進する、これは本当にいいことだと思います。ただこの手法がですね、私今日は疑問を持っておるんです。官民ファンドによる手法ですね。この例えば、官民ファンドにこの民間資金を持ってくるためにはよほどの民間が食いついてくるうまみがなければならない、収益も含めた魅力がなければいけないと思います。で、今回その官民ファンドにこの民間資金を持ってくるためのインセンティブというのはどのようなことをお考えでしょうか。渋谷事務室長。機構に対しまして、資金出資を行う民間出資者のインセンティブといたしましては、まず一般的な民間投資家が行っているインフラ投資と同様に長期安定したリターンが得られる、インフラ投資の基本的な考え方と言われているわけでございますが、その他にも、この機構がインフラ事業に出資することを通じまして、ずっとこの本日申し上げておりますが、我が国において民間のインフラ投資市場の形成促進が図られる、ずっと官が独占してきたインフラ市場を民間に開放するということにより事業機会が拡大するということが考えられます。畑君、私今のインセンティブ足りないんだろうと思います。インフラで長期安定のリターンというのは当たり前で、これまでもあったことですね。そしてその呼び水都市の市場の安定、これは市場、民間インフラ市場を作るということについてはその効果があるかもしれない。しかしインフラ整備に対するそのインセンティブというふうにはなかなか厳しいですよね。少ないんだろうと思います。で、こう申し上げますのは、民間からの資金がやっぱ集まらない場合にはどうなるかということなんですよ。で、過去も官民ファンドなり国営会社国策で成功した試しはほとんどありません。例えば産業革新機構の投資資金はこれすごいですね。ほとんどお金が集まってなくて、出資金1560億円中、1560億1000万中民間資金は10分の1以下の140億ちょっとだそうでありまして、8割9割方国の資金がになっていると。官民ファンドじゃないんですよね。官ファンドになる恐れがあるわけです。これもで、結局政府からの出資に依存することになって、結局政府だけが出資するような形になることが危惧されますが、実はこういう経緯も踏まえた今回のこの、官民ファンドの設立なんでしょうか。その辺の検討された結果でしょうか。ちょっとそこもお伺いしたいと思います。渋谷準備室長。この法案は実は昨年も通常国会に提出させていただいておりまして、もうすぐご審議いただけるという状況にまでなったわけですけれども、かなりのですね、市場関係者、からですね、打診等がございました。で、その後ちょっと廃案になったりして若干あれだったんですけれども、この間私どもの方でその市場関係者、何人か集めたこの説明会なりをずっとこう各地で開いてまいりましたが、非常に関心の度合いが高いということでございます。非常に市場関係者の方々が期待しているというのは事実だと思います。畑君、その場合関心はいいんですが、関心が具体的な投資に結びつくことが大事で、結局機構の活動が不調によったり金が集まらないで、国庫毀損につながる懸念が生じる場合、結局国だけのお金で、何とか持ちこたえるような状態になった場合でも、これは官民ファンドというのは続いていくんでしょうか。法律に、解散の規定はありますが、その場合、これ以上必要がないという場合ですけれども、そもそも、この政策目的を達することが途中で官民ファンドという形ではできないということが明らかになった場合というのは、これどういう扱いになるんでしょうか。渋谷室長。
日本にインフラファンドが全く育たないというような状況になった時点ではですね、これはおそらく法の目的が全く達せられないということだと思いますけれども、ただ少なくとも、民間のさまざまな機関投資家の方々とかですね、この市場関係者のさまざまな今の、ご要望なり、あるいはそのいろんな、関心の度合いと考えていますと、かなり期待が大きいということもありますし、やはりインフラ市場をですね、日本に早く根付かせなきゃいけないという声は非常に大きいものがございますので、ぜひそうした形で成功させていきたいというふうに考えております。原田君。インフラファンドを日本に根付かせなきゃいけない、そこにちょっと理屈的な飛躍があるような気がして、なぜそこが目的になっちゃいかんし、それがなければ逆にインフラ、PFIが進まないのかというのが、そこがちょっと検証を私ちょっと疑問に思っております。で、改めてここで大事にお伺いしたいわけでありますけれども、この官民ファンドで支援しなければならない必然性とか必要性をちょっと改めてご説明いただきたいと思います。浜田大臣。我が国の大きな課題というのは、高度成長期にインフラの整備を大量にやりました。で、それがその補修や更新のタイミングを迎えております。一方で、すべて公費でこれを賄おうとすれば、財政上の制約があると。我が国は財政再建に向かっても舵を切らなきゃならないと、いろんな制約があります。そこで、民間の資金を使って、インフラのこの整備なり更新なり、そういう手法が取れないか、で、あるいはコンセッション方式、運営権を売買をすると。ただしその際、それを預かる会社にとっての資金調達がこの順調にできるかと、借り入れだけではとても賄えない。で、海外を見渡しますと、その種のファンドが規模で言えば20兆くらい、円規模であると。日本を見渡すと一つもないと。ですから、この案件が出てくれば、そういうファンドが育つというご意見も先ほど来ありました、ありましたけれども、いきなり出てくるわけではないと思います。で、そこで、そういう環境を整えるために、加盟ファンドというのを組成をしてですね、そういう環境を整えていこうということであります。でありますから、この法案は次元を切って、そういう環境が整ったら、そこはもう仕事を終えるということになっていくということであろうというふうに思っております。田君。はい、ありがとうございました。実はそこは金融支援があるから、ファンドを組成するからインフラ、PFI 事業が進むかどうかというところが疑問というか、そこが議論のポイントなんだろうと思います。それは別にあってもいいし、ただそれは本質的な支援要素ではないなと私は思っております。むしろ官民ファンドという曖昧な形で、結局そういうぬえみたいな存在が、市場のチェックもしっかりしないし、あるいは国の国会のチェックもしっかりしないような、中途半端な存在が、できてしまうということの方の問題が大きいのではないかなと思ってまして、私は端的に PFI を進めるために必要なことは規制改革なんだろうと思うんです。民間というのは結局儲けがなければ乗ってこない、インフラファンダ下支えかもしれないけれども、積極的に収益が上がるような儲けというところまでは私は考えられないんじゃないかなと思います。で、例えばPFI で例えばやる場合、建物なんか作る場合には、今でもテナントを入れてテナントの収益から回収するということもありますけれども、例えばイトーヨーカドーなのか、イオンなのか、ダイエーなんか、そういうところが自ら、公営住宅とか、あるいは公の箱物を作って1階部分にそのスーパーとか店舗を展開して、その住んでいる人から収益を買い物してもらって儲けていくとか、そういう新しい斬新な発想も必要だと思うし、これは現行制度上おそらくできるんだろうと思いますし、あるいは規制改革という意味は容積率の緩和ですね。例えばそういう箱物の場合について言うと、一定の容積率を与えると。例えば同じ敷地であった場合に、自分のところの容積率でもいいんですが、隣で事業する場合に、自分が事業する場合に、そこのところの容積率を PFI と抱き合わせで与えるとか、あとは道路なんかでいうと、道路を PFI でやる場合には、首都高なんかもそうですが、空中権ですね、上空の開発を認めてくるとか、そういうおそらく抜本的な規制改革の措置が非常に有益だと思いますし、もう一つ申し上げると、規制改革ともにやはり民間主導でその PFI やる場合には民間が出しやすくすると。であれば
まあ、税制上の優遇措置などを抜本的にやらなきゃいかんのじゃないだろうかと思います。まあ、こういう点を含めて、あの規制改革、税制上の改革も含めて、あのやはり今後規制改革の議論としてしっかりとそこのところをやっていく必要があると思うんですが、そこに対する認識はいかがでしょうか。山田大臣。あの委員のご指摘はまさにですね、諮問会議で民間議員から提出をされた今までのフェーズ1から公正証方式のフェーズ2、それからフェーズ3として、この周辺に収益施設を併設するというようなことまで足を伸ばし、フェーズ4になりますと、公有地に民間提案のもので、いろいろとそれを採用していくというふうに広がっていくんだと思います。いずれにいたしましても、あの規制緩和というのは、まさにあのその要になっているところでございまして、それらと合わせてですね、従来、インフラというものは公が管理をする、公が補修をする、公が更新をするという概念を打ち破って、民間の力により、それは公がやっていたものにを代替すると、そうすることによって新しい、まあ、事業が生まれるということと、それから公費を使わないでということでありますからですね、財政の健全化にも資するというわけであります。要はそういう環境を整えるために、じゃあ、その規制緩和だけしますということですぐ民間資金が動くかどうか、そういうファンドがすぐ明日蘇生されるかというと、なかなかそういう環境にはないと。ですからそういう環境を作っていくために時限措置としてこの種の手法を使っているということであると思っております。畑君。実は、まあ、この手法の一つとしてこういうのをやっていくというのは、まあ、それは理論としてはあるかもしれませんが、あのいろいろこのインフラファンドを、まあ、諸外国先進国でやっているところというのは、まあ、ほとんどないというか、英国はありますね、まあ、イギリスが。多分これがモデルになっているんだろうと思います。あの英国のインフラストラクチャー UK ですね。ただこれ、まあ、今日はちょっと質問じゃなくてちょっと私の意見というか議論、あの意見を言いたいんですが、あのこのインフラストラクチャー UK はでも財務省の中の組織なわけです。でこの財務省の中でインフラの総合的な計画位置づけも含めて、あの大臣とか行政がしっかりとハンドリングしながら、まあ、国の責任としてその中で、まあ、あの財務省の中でそのファンドを設けてやっていくという制度です。まあ、責任所在が明確なわけですね。私が問題視してますのは、まさに株式会社として、まあ、中途半端な存在を作ると、そしてそこに対するガバナンスが、まあ、市場からも、あるいは国会の予算チェックという観点からも働きやすいのかと、まあ、こういうのをやるんだったらやっぱり国の責任なら国の責任ということを明確にして、国の中でそういう、まあまあ、インフラファンドをどうやって組むかというのが、まあ、だからインストというのはこのかつての財団みたいな感じもするんですが、まあ、そういうところ透明化を図りながらどうやって政治指導、国の指導でやっていくかというところの観点が重要だと思うので、そういうところが多分この官民ファンド今回のが問題の大きなところじゃないかなと思っております。このことはちょっと申し上げておきたいと思います。で、まあ、P5I が進まないのはその、まあ、そのファンドの部分もあって、まあ、規制改革もこれからしっかりやっていただくということなんですが、もう一つはやっぱりあの既存の鉱物管理権との関係が曖昧なんだろうと思います。あの例えば、まあ、事業者は運営権を有してコンセッションでやったとしても、あの鉱物管理法の規制がかかると、でそこの規制との優劣についてどう考えるかというところに疑問が生じるというか、必ずしも統一的に整理されていないと、まあ、縦割りなわけですね。あの実際どこまでの範囲の業務を民間業者が行うのかが明確ではないところが あると思います。まあ、例えばあの国交省ですと PFI 事業者の法的地位については、まあ協定等で定めた一定の専用許可の手続きについては、まあ逐一鉱物管理者の専用許可というか、そういう手続きは減ることなくできると、まあかなりあのその推進のために進んだような整理をされているだろうと思っております。まあ、一方あの例えば厚労省の上水道事業であれば、実はこれ結構まだ規制がかなりあるんですが、事業開始のために厚労大臣からまあ認可、そして市町村の同意を取得して、あと料金ですね、利用料金を含む供給条件を変更する場合には、その都度厚労大臣の認可を取得する必要があるとされていると。
まあ、なかなかこういうギチギチの規制だと進まないなという思いがあります。もちろん制度上それぞれの必要性があって、これ利用料金を民間に準備されていいのかという議論はありますが、そこはもうちょっとあの定性的な整理をした上で、自由度を高めることも必要だろうと思っております。まあ、結局はただこれ、さわさわ言いながら、それぞれ の, その PFI 事業の実施方針協定で定める範囲になるわけ、なわけですね。ですから結局そこをしっかりとあの予測可能性があるように、つまりあの、PFI 方式の普及促進のためには適切な形でそこの鉱物管理権なりその行政権との関係 が, あの 指針として整理公表されていることが望ましいと思うんですが、その点いかがでしょうか。渋谷室長。現在あの公共施設と運営事業あのコンセッション事業についての実務上の指針とのガイドラインの策定を行っているわけでございますが、まあ、このガイドラインと合わせましてですね、ぜひあの先生ご指摘のように、まあ、現場で混乱しないような、特にあの鉱物管理法との関係等につきまして公共団体あるいは民間事業者がですね、あの混乱をしたりあるいはその、誤解をしないような理解を深まるような分かりやすく周知するような工夫をですね、あの考えていきたいというふうに考えております。ありがとうございました。よろしくお願いしたいと思います。次の質問に、移らせていただきます。まあ、機構今回の推進機構、まあ、これ、結局事業の採算性の判断が重要であると、これ今日もなあのかなり議論がありましたけれども、まあ、プロジェクトファイナンスの目利きが必要になってくるわけです。で機構が行う業務のうちの質有志については、まあ、これ、機構内に設置される支援委員会が対象内容を決定することになるという立て付けになっておりますが、まあ、ということで支援委員会の委員の構成がどうなるかというのが一つポイントであることは言うまでもありません。とともにやはり機構の職員ですね、まあ、そこについてはやっぱりどうしてもガバナンスとか組織運営ということで法務とか行政の専門家ということは行くだろうと思うというか、まあ、天下りにならないと言っておりましたが、そういうその組織運営という観点からそういう人たちが行かざるを得ない部分があるかもしれません。そういう理由で、ただ沢さん言いながら本当はそういう人たちが主体になるんじゃなくて金融なりプロジェクトファイナンスの専門家がしっかりと入ることというか、入るだけじゃなくてそういう人たちが体制を占めるような構成にならなきゃいけないと私は思います。でまあ、そこでお伺いしたいわけでありますが、まあ、支援委員会の委員としてどのような人材が求められるのか、そして機構の人事方針、そして合わせて機構というのはどれぐらいの規模の組織になることが想定されるか、その辺合わせてお伺いしたいと思います。山際大臣政務官。先ほど来議論の中で大臣から答弁させていただきましたとおり、役人の OB 天下りということは考えてございません。その上で、委員のご質問のように金融等に関する専門知識を有する者がですね、この支援委員会あるいは機構の役員に入ってこなくてはいけないという問題意識はそのとおりでございまして、プロジェクトファイナンスに関わる投融資やあるいは PFI 事業の組成等の業務に関する知識経験を豊富に有する民間からですね、この人材を積極的に登用してまいりたいと考えてございます。特に機構のトップにはですね、機構の業務に関連する専門知識経験に加えて高い知見と経営能力を有する民間の有能な人材が確保されるように努力してまいりたいと思います。全体のどれぐらいの規模かということに関しては参考人から。渋谷室長。お答え申し上げます。あまり大きな組織に無理にすることもないと思いますが、産業革新機構なども参考にしながら、発足当時は数十人規模ではないかというふうに想定しております。安田君。ちょっともう一つお伺いしたいんですが、その数十人規模のうち、まあ、その金融の専門家をしっかり言うという話もありましたが、大体、まあ、まだ決まってないんでしょうが、法務あるいは行政金融関係の専門家がどれぐらいの割合で組んでいくことなのか、まあ、要は端的には民間から来た金融関係の人がどれぐらいの割合を占めるのか、ちょっとそこが分かればというかお答えできればというか、ちょっと教えていただきたいんですが。渋谷市長。まだ法案がこうやってご審議中でございますので、まあ、これからの話ということになりますけれども、いろいろとさまざまなところとご相談をしているところではですね、
まあ、金融の関係者そのものの方もいらっしゃいますし、まあ、金融機関なりあるいはその様々なところを経験して今コンサルティング業務をされている方とかいろいろ複合的なあの経歴をお持ちの方多数いらっしゃいますので、まあ、そうした方々あの個別にですねいろいろ判断をさせていただければというふうに考えています。羽田君。はい、まあ、あのこれまあできる、まあ、あのやっぱり後でカンファンドにならないようにまあ、ちょっとインセンティブも弱いんですがしっかりそしてできた場合動くような仕組みが本当に必要だと思います。まあ、ちょっとまだ曖昧な形でそこのところの私の疑問もちょっと払拭できませんが、まあ、あのいずれにしても次の質問に行かせていただきたいと思います。あのちょっと法案と違いますがあのやっぱり復興ですね、まあ、私も被災地の議員でありまして被災地の復興がこれ、まあ、国政の最重要課題の一つだと思って取り組んでいるわけですがこの中で、まあ、PFI の活用というか PFI 手法をこの復興においてしっかり生かすべきだという思いを持っております。あのとはいうものの、 あの復興はまあこれ、おかげさまでというか復興交付金も含めた財政資金がしっかりとバックアップされているところがありますので、まあ、PFI をすぐに使うかどうかというところの関係もありますがあるいはあの、まあ、PFI を使うとしても実は、まあ、復興を急いでしなければいけないという状況でありますのでPFI やというとまあ時間がかかるとかあるいはまあ公共団体にとっては面倒くさいんでしょうね。あのなかなか腰が重いような気もします。さはさいながらあの集中復興期間そしてそれを過ぎた後でもやっぱり復興を続けていくためにはやっぱりこういうことも今から考える必要があるだろうと思います。であのまあよく言われるのは例えば東北は高齢者が多いんですけれどもあの高齢者が多いその災害公営住宅ですね、まあ、そういう人たちが住む災害公営住宅を作った場合にあの1階部分にまあ店舗を入れて、買い物が要は運転ができないわけですからこういう人たちが外出しなくても買い物がそこでできるようにする必要があるとかあるいはあのそこの1階に、うんまあ、公共スペースですねあのそういうものを入れて、置くとか、まあ、あるいはあの場合によっては病院なんか入れてやっぱり、まあ、外に出なくても生活がそこで完結するような仕組みも作るべきだという気もしますがおそらくそういうのというのは、まあ、行政が急いでやっている中でやるとなかなかしないというかあまり及びも思いもつかない部分ではないかなというふうな気がします。でこういうことも含めてまあ、PFI でやることも少し揉んで見る必要があるだろうと思います。で、まあ、東日本大震災からのこの基本方針でもこの時、まあ、そういう議論したような気もするんですが、やっぱり PFI の活用というのが位置づけられておりまして、まあ、そういう中でしかしなかなかその辺のところが現実に及んだ時に見えてこないなという問題意識を持っております。でまあ、災害公営住宅について言うと機構が UR がですねこれ都市機構ですねここがCM 方式コンストラクションマネージメント方式で施工とかあの業者発注も含めてやって、まあ時間も効率的にというか公共団体の人員体制不足を担ってやっていただいている部分もありますが実はここで問題なのは管理の部分なんですよね。都市機構 UR が作ったとしても管理はこれ当然市町村なり県に引き渡すわけですがそこの管理の主体というのも実は想定されていないと。例えば県なら県で、まあ、住宅管理協会みたいなのがあるわけですが、まあ、そこに一気に引き渡すとして、やっといて効率的なのかあるいはそもそも市町村だと田舎ですから、東京なんかと違って公営住宅を持っていない管理主体を今から探さなきゃいけないというところもある。だからそこの出口も考えながらPFI を使うことも被災地において復興においても考えてもいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。これは住宅に限らず PFI の活用ということでその辺の お考えをいただければと思います。山田大臣。PFI の被災地における活用これは十分考えていかなければならないと思います。まあ、公共事業に限って言いますと当面はその、復興の交付金がありますからこれを、使えば使い勝手もいいですし簡単なことですから、こちらが中心になろうかと思います。ただそこの手の届かない部分あるいは運営に関する部分ですね気仙沼では漁船用の燃油のタンクが流されちゃってまさに海が火の海になってしまった光景が極めて悲惨で、ありましたけれどもそれを
まあ、あの再構築すると。ただし運営に関しては、それぞれ、漁協関係者がお金払って運営権を任せるというような検討もあるようで、ございます。公的な費用で手が届かない部分等も含めてですね、いろいろと今後事業が進んでいくにしたがっていろんなアイデアが出てくるかと思っております。畑君。はい、ありがとうございました。これで終わります。ありがとうございました。これにて本案に対する質疑は終局いたしました。これ